ボクシーサイドリフトアップチルトシート車。セカンドシートが回転、車外へスライドダウンチルト。シートがチルトすることによりお尻の位置を高く保つことができ、地面に両足がつくことで立ち上がりやすくなります。シートの張り出し幅が小さく、狭い場所や横に車が駐車した場合でも乗降が可能です。ワイヤレスリモコンの電源スイッチを押した後、下降スイッチを押し続けると、回転開始位置までシートがスライドして背もたれの角度を自動的に調整します。シートは外側へ回転、スライドダウンしながら座面が前傾します。自動停止するまで下降させます。シートがチルトすることで着座時に膝の角度が緩やかになり、膝への負担も少なくなります。着座したら乗車時の姿勢を安定させるためにアームレストをご使用ください。折りたたみ式フットレストに足を乗せます。ワイヤレスリモコンの電源を押した後、上昇スイッチを押し続けるとシートが元に戻りながら回転して車内に入ります。前後スライド位置、リクライニング角度を自動記憶し、前回の乗車位置に自動的に停止します。前後スライドスイッチ、リクライニングスイッチをシートの上部に設置。乗車中も隣の席から操作が簡単に行えます。